こんにちは、赤坂コーチングの西村です。本日はリーボックのポンプフューリーのお話をいたします。コーチ前にスニーカー最近一足しか持っておりませんでした。黒いスニーカーずっと使ってたんですけど履きにくくなりましてですね。でこの度新しいスニーカーゲットしてまいりました。ポンプフューリーっていうタイプのものになります。インスタポンプって書いてあります。これ押すとなんか膨らむらしい。原宿のお店見に行ったんですよ。ところが原宿のお店黒とかなんかゴジラバージョンとかの地味な色が置いてあってですね、もっと明るいピンクとかないんですかって聞いたら、お客様店舗には数限られたのしか置いてないんでネットで買ってくださいって言われて、店舗まで行ったのにネットかと思って、まあ、見てたんですよ。でブルーにしようか紫にしようかピンクにしようか黒にしようか、あの店舗で見てたちょっと限定版の黒もおしゃれで気に入ってはいたんですけどね、思い切って金色にしようかと思ってたら、お友達からね、あのさ金色選ぶのって関西のおばちゃんやねんって言われて、むむっと一晩迷ったんですけど、今コーチ真由美金沢市出身だもん、金沢市の人間は派手なんだ、いいじゃんということで金にした。プライベートはこれで参ります。2017年2月のお買い物のご報告でした。